うん、これまで通りで何よりだおはよう予定は決まっているかシラクーザの都市外壁の甘じみを気にしたことはあるか汚れた雨を何度浴びせても決して清められはしないそれがシラクーザという国だシラクーザ人にとってはそれが当たり前だが私はどうしてもなれないんだ シラクーザに戻った感想ろくなものじゃない派閥やファミリーがせめぎ合うシラクーザにもはや私の入る隙間などありはしないしばらく残ることにしたのは過去と決別するために過ぎないんだ面倒事が全て片づいたら論面に帰って馴染みの連中と心ゆくまでドライブするさ 元よりグレイホールに加わることに興味はなかったあそこに席を置いている連中は腹に一物を抱えて虚勢を張っているやつばかりだからな私が見ずシチリアに立て突くことを選んだのはただあの誰でも飼いならせるという態度がシに触ったからだ私はクルビア生まれだが ファミリーの一員に足る実力をつけるためにおじいさまによってシラクーザへ修行に出されたんだそれにしてもシラクーザ人の異様なまでのマカロニ好きはいまだに理解できない私にも行きつけの店はあったが店主の死体が路地裏で見つかってそれっきりさペンギン急便を巻き込みたくはなかったが。 シラクーザで見知った顔を見た時はやはり安藤を覚えたものだ自由な生活騒がしい仲間論明を訪れた時にあいつらと共に歩むことを選んだのはこれまでで一番正しい選択だったと思うこの話はあいつらにはしてくれるなよそういえばシラクーザでラップランドと会ったんだ もう随分長く姿を見せていないあいつのことなら心配するだけ無駄だ私への執着がなくなっても次に切りたいものを見つけているはずさそれに私たちの勝負に関しても取るに足らないことだどの道すぐに再会することになる